お話変わって、守備陣の婚礼が行われたその同じ日の夜、麹町区内のとある大通りを、1台の大型自動車が、大小4個のヘッドライトもいかめしく、すれ違うボロタクシーを尻目にかけて、豊かに走っていた。運転手も助手も、汗のにじまぬ背広を着て、髪もひげもきれいに手入れが届いている。せかず、慌てず、応用に構えていて。 しかもいつの間にか一台二台と他の車を抜いていく。運転の手際までなんとなく赤抜けがして見えるのだ。車内に収まっている中老紳士は、千万長者と聞こえた布引銀行の取締役頭取、布引商兵士だ。この人にしてこの自動車、この運転手、さもあるべきことだ。